こんにちは。みんなは友達にメッセージを送るときにスタンプや絵文字を使うよね。言葉だと表現が難しい気持ちも絵にすると伝わりやすいよね。イラストレーターは絵を通じてメッセージを表現する仕事よ。仕事のジャンルは広くて、広告はもちろん、インターネットや雑誌の挿絵からポスター、商品パッケージ、パンフレットや説明書の解説図など実に多彩よ。ゲームのキャラクターデザインや 2D デザインなどもイラストの一つね。そんなイラストレーターは制作会社やプロダクションで働いていたり、独立してフリーになって活躍する人も多いわよ。イラストは様々なところで使われているけど、自分が描いたイラストによって商品が売れたり反響があった時がやりがいを感じる瞬間ね。イラストが認められて人気が出てくればファンがつくこともあるし、グッズとして販売されたりアニメ化も夢じゃないわ。可能性も広がりそう。イラストレーターとして活躍するには、自分ならではのタッチを作ることが大切。そのためにはイラストの基礎力を身につけて、いろいろなものを見て集めて経験して感性を磨くことも大事ね。